朝マックにゴキブリ今に訴えた YouTuber 自宅遅延と言われて、全部保存してるからなって、まあ、逆に怒ってるってことなんだよね。で、ナーバズトモさんっていう方が、こうやってね、朝マック食べて、卵のこいかと思ったらゴキブリの死骸だった。これ許せないってツイートをして、まいろいろ反響があるわけですよね。十何万人の人だからね、影響力でかいわけですよ。で、これに関してはさ、別にこれツイートでなんであげんのって思うけどね、店長とか責任者にさ、言えばいいじゃん。 それでね、なんか、使用逮捕されたならわかるけど、これ上げるの良くないよねって思うんだよね。まあ、相手がまだマックだからいいけどさ、あの、大手代大表だから、これがね、町中華とかさ、中途半端なところだったら潰せるよね。まあ、このツイートによって、まあ、売り上げもまあ、一時的にはね、ちょっとガクンと下がったんじゃないかなって予想されますけどね。ユーザーからは、これは無理、もうマック食いないレベル。まッ、あ、クは過去にもあったよね、中国の工場で。だから床に、 落ちた肉をさ、使っていたとかさ。マックでバイトしたことがあるから、これは作事な気がする。まあ、これもさ、別になんか評価だから間違ってないよね。感想だからさ、別にこういう分には別にあるじゃんって思うけどね。で、朝マック食べたら、で、ゴキブリ入っていた、完全なる被害者なのに責められるのはかわいそうだろう。いや、でもこれを拡散したっていう加害性はちょっとあるんじゃないのかなって思うけどね。 反論したってやっぱまだ若くてこれ突っ張ってんのかね彼はねで14日の言い方に Twitter を改めて更新したってことでこっからだよねやっぱ尖ってるよね彼はねって思うんだよねやっぱあの若くしてさ成功しちゃってるからさまあこうなっちゃうのかなとも思うけどねまあどういう人かって、まあ、見ていくと18万人いてまあ 大成功しててるよ、ね YouTuber、って見たらちょっとなんかクラブにいそうな感じの会見の方ですね。暴走族になり、いきなり YSP のうれしいんやったらと。ちょっと攻めてる感じの YouTuber だよね。車に乗っていろいろやってんのか。まあ、あれだよね。まあ、オラオラ系っつったらあれかもしんないけど、活発でね、この手のタイプか。 ままあ、かからら、んでもないいよね、パワーみらぎってるからと思います。ただせっかくねこんなに成功してるんだからねなんかあんなツイートせずにもうちょっとね穏便に済ませばいい,のいいのになとも正直思いますじゃどうもありがとうございました。